はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロラストライトリダックスの追加ストーリーアベル編やっていきます。前回の動画の終わりとはちょっと違うとこから今始まってるんですが、別のドアのとこから行ってみたところ、また別の入り口からここに出れたので、ここからやっていきます。そこの道中動画にしてたんですけど、ちょっとエラーでうまく撮れてなかったので、ここから始めます。すいません。そこにライトあるから振り向いたところして、なんだ、トス。で、もう終わったのか。いや、あと1時間は。そこ2人。くそ、なんでだ。キノコってそういうもんだ。そこに1人いるな。二人一遍ならちょっと気絶を使ってみようか。気絶。なんで？お前もだよ。OK。消して。嘘嘘嘘。何に警戒された？セーブ。さあ、ライトはとりあえず消したけど、どうしようかな。そこに動こうとしない敵がいるんだよな、一人。奥にもいるしな。鍵あった。あそこから出てきたのが最初、あの前回の動画の終わりの場所だね。だけどそこから出てきてもどの道ここの2人がまるで動こうとしないからきつい。あそこのドアに行けばいいのか。どうしましょう。上行く？ライトオフ、ライトオフ。違う。ライトオフできねえ。ライトオフ。金庫あった。弾か、こちら。どうすりゃいい。そこの二人、なんかしっかりしろ、おいって言ってるけど。やるっきゃないか。これサプレッサーだけど警戒されるな。しゃない。そんでもって気づいてるよな。ちょっと戻ろう。そしてこっちからやれそうなやつやっちゃうか。届いてくれ。バレたな。シャナやろう。結構弾溜まってる。あ、いや、出て。あ、強い。回復。
なんかある？あった。よいしょ、落ちちまった。よいしょ、リロード。武器変えよう。まだいる？切れた。回収して倒した。また鍵あった。いるよねそこに。あ、いない。いた。ナイフ。よし。ここどうやってステルスやると開拓すればよかったんだろう。全然わからなかった。とりあえずアイテム回収しよう。よし、アイテム回収して。で、こっちだ。鍵をいくつか手に入れたけども、一体どこで使えるやつだろう。下行ける？下行けるけども、これ水。そこに鍵ゲット。これ大丈夫な水？開かないよな。これ開くか。溜まった。ん？これはついてるのか。敵はもういない？これ水か。これ大丈夫な水？自分のとか？降りる必要あんまりないか。これ開いてまった。こっち行く。おっと、切りたいんだが切れた。これつけよう。あ、ここが開くのか。ここが動いたのはいいんだ。閉じちまった。え？なんか奥めっちゃバチバチしてるよ。え？撃てと？もしかして。ん？あ、開いた。びっくりした。こっち開かない？まだいるのか。暗いから大丈夫。声がクレイジーだな。いやー、これステルスきついな。んー、どうしたらいいんだこれ。多すぎるでしょう。こっち行けないですし、別のルートがあったかも。と鍵があった。
さっき石畳の水路っぽいとこ通れたしな。え、こっちのドアから来たよな。開かない開かない帰れない。これ大丈夫な水？やった。あのキャラクターは永遠に喋り続けるのか。ダニ、めっさ照らしてるこれ照らしてない間にどう向こうに行けばよろしい。こっちか。投げないかあった。あっちですか。セーフ。おお。登れない。これどっから上登れるんだこれ。そこですか。だがね、真上に敵がたくさんいるんですね。行く。通れない。通して通れない。何回同じこと言うの。ああ。なぜこっち通れない？どこ通れるの？下、もう一回行くしかないな。危ない。こっちか。よし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 。あれ？違う違う違うぞこれは。そう、そっちに行けないぞ。とりあえず脅威を少しずつ。あー倒せない。脅威を倒せない。どこか通れる道は。これ投げナイフでいける？あった。そこだ。だがね
だがね、そこに、これどうすれば。この敵はそっちを振り向くのね。一か八かにかけるしかないな。あれ？いけた。無能な兵士並みの現象が起きたけど、いけた。もう手遅れだ。このまま逃げる。トラップない？登ろう。ドア。おレン。セーフか。そっか、ここ悪いな。もうメトロの街か。おお、いや今のところは緊張したぞ。あ、そこを曲がってみな。他より5倍も安いぜ。いや、いいです。アイテムが買えるのね。お買い物、弾薬、お金たくさん溜まってるんだ。とりあえずナイフで。ショットガンの弾大事だわ。ここの住人が作った上等な弾だ。ハンドガンも買って、とりあえずこんなとこで。またな、必要なものがあればまた来てくれ。運命、あなたの未来のすべてが明かされる。おっと、もう未来わかってるんだけど、聞いてみよう。さあ、中を覗いて。見えます、過去も未来もあなたの前に長い道のりと、すべてが強い嵐と暗い。あなたの故郷が苦しむ姿が映る。どうもパイプ、これ知ってる。汚染されたもん。だって未来だし。思いがけぬ友人。しかし暗雲が出る。これは何？なぜこんなこと一度も。見えてしまった。あ、恵んであげましょう。ほらよ、パベル・イゴレビチ。なんでここに？え？わかりますか？仲間？ヤネクです。バレちまうぞ。ホールに入った瞬間から分かってたさ。状況を報告してもいいが、静かにな。報告。秘密作戦は支障なく進行中。すべて指示通りです。目立たずに。キャラバンっぽいのが監視しています。では続けてくれ。レッドラインに戻りますか。ホームにレールカーと仲間が待機しています。使ってください。いいぞ。そいつは嬉しい。レールカー。ああ、パベル。それともう一つ。安い賞はダメです。あれは詐欺です。そんなこと言われるとちょっと見たくなっちゃうな。安い賞ってもしかしてこれのことだった？これだね。気になるな。うん。ブルボンだ。ブルボンがどうした？恐ろしく冷血なクソ野郎どもがリガ周辺の野党を全滅させたらしい。全滅？マジか。生き残ったのはブルボンだけだ。運のいいやつね。なんでやつだって生き残った。久しぶりにブルボンって言葉聞いたな。うん？一体中はどうでしたかというと、まあ見せないんですけどね。さあお酒行こう。あと
ん、あ、終わりか。あ、終わりだった。あ、違う違う、あっけなく終わっちゃったな。なんかまたどっかに捕まるとかそういうことだと思ったら、もうこのままレッドラインに帰りましたって感じなんだ。よし、じゃあパベルはこんなところで、じゃあ次回はカーン。正直何を普段から考えてるのか、その辺に関しては痛いの知れないカーンだけど、じゃあ次回はカーン視点のストーリーやっていこう。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。